知人だったね。そういえばおふくろさんが言ってた。うちのおふくろさんと来たらこの土地のことで知らないことはないんだから。情報通なんだよ。ここを君たち親子に貸したのは不動産屋のおふくろなんだ。ああ、これはどうも。チビたちが喜ぶ。僕の手冷たい。君 13? ろうそく13本だったけど14なの。君も詩を書くんだろ。そのうち読ませてもらいたいな。お父さんと住んでるの二人だけで。最後か。クソ、まだ最後に出やがる。いつになったらジャングルで目覚めることができるのか。それでも国へ帰還した時よりはまだマシってもんだ。目覚めた時のあの虚しさ。女房にはたった一言、離婚にイエスと言っただけ。戦場では国を思い、国に帰ればジャングルに戻りたくてうずうずしてくる。ここへ来て1週間、指令待ちだ。体がなまる。ここにいればいるほど俺はヤワになっていき、その間にベトコンはジャングルで強くなっていく。だが大きなニュースですよ。もちろん鉱山の様子や経済問題も取材するつもりですが。だといいが。どうもお邪魔しました。じゃあプロとして私はどう書くべきでしょう。スマツ将軍の改正法へのあなたの対応策について。だが南亜政府と大英帝国に挑むにはあなた方は少人数すぎる。ニューヨークタイムズです。なかなか本格的ですね。確かアシュラムでしたっけ。あなたは野心家だ、ガンジーさん。やるんだ将軍、やるんだ。スキャナに手を乗せるだけで私と一緒に歴史に名が残る。腰抜け臆病者が。民衆の声を代表しているのは私だ。私の意思は国民の意思だ。典型があったのだ、ソニー。神の啓示だ。夢の中で神はおっしゃった。我が声を起きよ、起きて何時のなすべき使命を果たせと。さあ早くその汚い手をスキャナーに乗せろ。力ずくでやられたいか将軍、乗せろ。おかえり。どうだったね。例の男はどうした。楽しい日になりそうだな。ようこそ博士。何かご用で。君に会える日を楽しみに待ってた。信じてもらえないだろうが、君を娘のように感じてる。何もしないよ、パパは元気だ。君が私たちに協力することをパパは心から願ってる。君みたいな可愛い子が言う言葉じゃないぞ。わかるように話せ。だからあんなところに行くのはやめろと言っただろう。医者か弁護士になればよかったんだ。それでなきゃブルースター航空に入ったって今頃はもう課長だ。セールスマンなんてやってることはなかったんだぞ。電話して人に株を買わせるんだろう。セールスマンじゃない。まったく俺には分からんよ。奨学金で大学を出て1年目で35,000ドル、去年は50,000ドルも稼いだのに、まだその奨学金も返せないで家に帰ってこい。家賃はただだ。あんなゴキブリの巣にいることはないだろう。5万ドルでまだ足りないなんて。まったく世の中どうかしてるよ。俺の去年の年収は47,000ドルだ。税金を引かれる前でな。これはディアナ・アルベルティ、5歳の時行方不明、1984年7月16日ツインパイン公園にて。これはスーザン・ルアンス、7歳の時行方不明、86年7月16日平和公園。次はジェニー・モノハン、行方不明当時9歳、89年7月16日レイクビュー公園。以上の4人を両親の DNA 鑑定で確認した。メルビン、我々が犯罪法案に着手したことを知ってモータウン3が非常に関心を寄せ、まずルイスにやらせてみましょう。お見事です、大統領。レオ・ソロモンが言ってました。今朝の取引大変スリリングだったと。大統領、もうすぐ選挙が始まります。女性が必要であれば完全なプライバシーを確保した上で楽しむべきかと。ウィルソンの時代はテレビに出る必要がなかったんです。ご自分でもおっしゃったでしょう。60年前全国の全ての家庭にテレビがあったなら車椅子に乗った大統領は実現しなかったと。私はいつもチャンスを与えることにしてる。嘘は3回までだ。答えを引き出すのは簡単だが、あまりぶしつけでは君の尊厳を無視することになる。友達をかばうくらいはさせないとな。何も話してくれてない。イライラさせるな。だがきっと君も話す気になってくれるさ。なぜかというと、みんな話してくれたからだ。気の毒だが多少の犠牲はやむをえんよ。誰に任命するかは長官であるこの私が決める。君たちは命令に従うだけでいい。何か反論はあるかね。やめられると思うか。ここは郵便局とはわけが違う。最近の自分のファイルを見たか。人格以上スレスレと載ってる。工作品にはもってこいだ。恐怖も躊躇もない冷酷な殺人マシン。殺し屋以外の仕事をすれば幸せになれると思うか。ジェームス、何だってお前また刑務所に入ることに。全く情けない。前の逮捕で懲りたと思ってたのに。そりゃよかったよ。名前が違えば俺の子だと知れて恥をかかなくて済むからな。ジェームズ、いいか、お前はこっから絶対に出られない。大きな声を出すな。そっちに行ってぶん殴るぞ。二度も刑務所の世話になるとは親不孝者。最低の息子だ。いや、これを聞いたところで誰もそれほど驚かないだろうが、去年の5月に私はアブドゥル・シャリーフの暗殺を命じ、シャリーフはリビアで生きてるとデマを流した。なあ、レオ、言った通りだろう。シャリーフを殺したって聞いても誰も驚きもしない。さっき警戒態勢ブラボーを命じた。この週末はあちこちで警備が強化されるだろう。知っての通り、私は無口なもんでね。ヒューゴの言うことは聞かなくていいぞ。
話を戻そう。我々のチームは見事地区予選を勝ち抜いた。リーグ最高記録を達成し、州選手権の各試合はこのホームコートで有利に戦える。もちろん準決勝もだ。それを可能にしてくれたのは隣に立っているこの青年だ。もっと言わせてもらえば、私はこの青年を心から愛してる。息子のように。医者で法律家でルター派か。本当はどうなんだね。うちの娘を嫁にやるとしたら、私には当然知る権利があるだろう。真実だよフランク、本当のことを言ってくれ。君は何者なんだ。君のような男がなぜブレンだと。私に祝福されて娘と結婚したいなら、ここで本当のことを言ってくれ。ウィルソン大統領は平均して年間344件も刑を軽くした。クーリッジ大統領は326件、フランクリン・ルーズベルトは在任中にトータルで3687件だ。40年前までは大統領が憲法によって与えられた権限をごく普通に行使して、厳しすぎる刑に恩赦を与えていた。最近の大統領はどんどん減ってきてる。なぜこうケチになった。恩赦のプロセスが不透明になっている。代表的なのはユージン・デビスとジミー・ホッファに対する恩赦だが、かなり議論を呼んだ。恩赦は善意の特権とも呼ばれている。ここ数年の間に375人のメキシコ人女性が強姦されて殺害されている。その他に700人が行方不明のままだ。犯人はもちろん理由もわからない。調べたいか。ここが君の腕の見せ所だろう。事件の核心に迫れ。エルパソ・クーリエで書いてたはずだ。弁護に堪能だ。そのパートナー誰だっけ。アルフォンソ・ディアスだ。名コンビだったもんな。 JFK 賞だってもらった。君のために言っているのがわからんのか。君くらい才能があれば。おお、いいだろう。もしもし、こっちにその書類があるかどうかわからんよ。そっちより3時間遅れてる。なんだって。いや、時差だよ。ニューヨークより3時間遅れてるって言ってるんだ。それはどうかわからん。なんだよ。いや、聞いてるよ。何。後でかけ直す。つまり君が言いたいのは、黒い靴を買いに行きたい、そういうことだろ。音もするよ。君はどっちだ。警官になりたいのか、それとも警官に見られたいのか。こんなことを聞くのも自由にバッジ、テレビの警官みたいになりたがる者が多いから。我々の任務は人を欺くことだ。今から5年間君には別人になってもらう。警察学校へ入った事実は隠せない。まず犯罪者になって、罪はまあ暴行傷害あたりが妥当なとこだろう。ボロが出ないようにするため刑務所にも入ってもらう。で、保護観察となり精神分析を受ける。まあそういう手はずだ。おはよう。そうか、挨拶はこれくらいにして状況を話してくれ。なぜ彼が選ばれた。いつ始められる。3時間後に追跡を始めるぞ。間違いありません。ではまた木曜日に。こちらこそありがとうございました大統領。シャットダウン。なぜそんな必要があるんだ。先週一人のリベラル派の議員が土壇場で反対に回り、世界一のセキュリティが現実のものとなるんだぞ。それをシャットダウンする気か。どうだ、紅茶でも飲むか。一体何を騒いでるんだ。今度はどうした。ロッキーに話してるんだ。からかってなんかおらんよ。また車のアラームの真似をしたんだ。何。わかった。うるせえ。二人なんかしないよ、心配するな。なんだって。参加しようならある。あいつは泥棒だ。私の家に忍び込んで盗んでいきやがった。のんきなものだな。ポール・シェファーソンが誰かに出し抜かれる日が来るとは驚きだ。お家芸だろう。カシウスが復活した。ダーデン議員にそう言え。喉を切られて冷たくなってるが、みんなそう言うよ。そう、ほとんどみんな。時代とともに組織も変わる。今や持ちつ持たれつだ、うん、ポールはかつてソ連の暗殺者集団を追い詰めた男だ。我々はシーザー暗殺になぞらえ、連中をカシウスセブンと呼んでいる。ガジー、そんなことはない。さあ入ってくれ。遠慮しないで。まさか来てくれると驚いた。彼女はドッジの父だよ。腹が減ってんじゃないのか。ああ、いいとも。じゃあ向こうへ行く。だいぶ久しぶりだな。俺がしたことを責めに来たのか。俺が間違ってたんだよ。母さんはかなり深刻。俺たちは若すぎた。悪かった。挑発皿だと思うんだが、それしか考えられないな。これで顔冷やせ。相手はどうなったんだ。右のクロスを食らったのは分かってる。殴った奴の父親と話すべきか。名おばさんには言うなよ。おばさんが怒ると相手がかわいそうだ。上がる前に濡れたら困るものを持ってきてくれ。歩を拾った一件からは今すぐ手を引きなさい。取り返しがつかなくなる前にな。おじけづいたとかそんな風に思うな。むしろそれは勇気ある行動だ。どうかな、私に財布を渡すんだ。代わりに力を抜け、賞金を受け取ろう。みんなの生活が少しだけ良くなる。少しだけでもいいんだ。全く良くないよりも少しいい方がずっとマシだろ。
南部キリスト教指導者会議対アラバマ州、人々が集まり平和的に行進を行う権利の範囲は、憲法の原則からすると被告がこれまでに行ってきた抗議や請願に対する妨害という不法行為の影響の大きさと比べて等しくあるべきと思われる。本件ではその不法行為の影響は甚大である。いや、私はサムじゃない。彼はずっと前に死んだ。サム・ジョンソンは英語辞典を編集した偉大な人だ。他にもいるが、読書は好きかい、グレンダ？ああ、そうだな。現金288ドルと幸運を呼ぶ2ドル札だ。仕事は慣れた？そんなものだろうさ。運のない生活は考えられない。天使に近づける。ソルは緊張してるんだ。実は2人に話したいことがあって来てもらったんだ。だよな。ソルが言おうとしてるのは、お前と別れる、君たちも別れる。ソルを愛してる、愛し合ってるんだ。実のところホッとすると思ってた。言い過ぎだ。嘘だったのは20年間だけ。